校だから大丈夫です。よろしくお願いします。あ、もうお願いします。お願いします。あのちょっと自己紹介してもらっていいですか？はい、大前プジョルジョ健太と言います。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとあの光の加減ですごく黒く映ってるんですけど、でも黒いのよね。ジグロです。あれダブルって言い方が一番いいんですか？日本人とインドネシアのダブル。そうですね。本名は何でしたっけ？お前プジョルジョ健太です。プジョルジョってどういう意味でしたっけ？村の名前ですね。あのインドネシアの村の名前から、名前からもらったってこと でみんなはプジョルジョプジョルジョプジョっていうふうに言っているっていう彼、なぜこの YouTube のチャンネルに出てきたかというと、2年ほど前2年間ぐらいやったレギュラー番組があって、不夜城はなぜ回るっていう TBS の、お世話になりました。お世話になりました。本当にありがとうございました。どういう企画か、ちょっともうご自身が企画書書いて採用されたんで説明してもらっていいですか？僕がもともと夜中光ってる建物を訪れるのがめちゃくちゃ好きで、なので夜中光ってる建物に今何してますかってピンポン押して突撃する番組ですね、っていうのを企画書書いてて、それ通って、何年目 TBS 入社？4年目ぐらいです。早いんじゃないですか、4年目で番組持つっていうのは。ありがたいですね。で番組もちょっと好評博して、ちょっと自慢じゃないけど、あれギャラクシー賞、あ、嬉しいですよね。ありがとうございます。久しぶりにね、そういう、だからみんなからね、ちょっと、あ、面白い番組だよって言われて、言われながら惜しまれつつ終わっていった。それがほぼ1年半、2年ぐらい前か。で、まあ残念ですね、またよろしくお願いしますっていうお別れして、で、しばらくしてなんかご飯食べるときになんか言われたんかな、TBS をちょっと休みますと。はい、今の TBS じゃ僕を使いこなすことはできないと。俺は勝手にそんなことないです。勝手に俺はそう思ったんですよ。そんなことない。今の TBS 僕をどう使いこなせるんですか？怒られますよ TBS。 給食願い出したんですよ。そうですそうです。給食願い出してしたんです。え、なんでえなって言って、 TBS のゴールデンの番組なんかやるってなんか下打ちしながら言ってたよ。そんなことないです。そんなことなかった。そんなことない。楽しくやってたけど、それはそれでバラエティ楽しいけど、ちょっと自分のやりたいこと見つかったんで、でやるためにはちょっと TBS お休みせなあかんっていうことで、休職しますって聞いたんですよ。はい、ね、ちょうどコロナの時 で当時付き合ってた彼女が反ワクチンの彼女で。そうですね。それもうめちゃくちゃおもろくて、すみません、まあ、いろんな主義主張あるから、俺は別に何でもいいですよ。だから彼女が反ワクチンで、社会は、ワクチンに対してやっぱマスクでガードするね、彼女は、反マスク。それ僕その時ちょうどあの報道記者だったんです。スーツ着て、でその家出る時はマスク外して出るんですよ。だから家いてる時は半マスク、半ワクチンの彼女の手前、モテたいからね、はい、男性って、マスク外して、で、ワクチンなんかあかんって言って、で、スーツ着て、家出た瞬間にマスクして、ワクチン打ちに行って、仕事をやってる、あの、バランスの難しい時期があって。本当に難しかった。一番難しかったのが、あの、デモみたいなのがあったんです。半ワクチンデモみたいな。渋谷で街を歩くみたいなのがあって、はいはい、報道だったんです。そのダメだっていうその記事を書かなきゃいけなくて、反ワクチンはあまりにも無責任だっていう社会の流れで、それに対する記事とか映像を撮らなあかん仕事で、夜のダメじゃないですか。僕参加してたんですよ。え、彼女と一緒。モテたいからでしょ、はい、とにかく彼女とエッチしたいから彼女とエッチしたいから反ワクチンのデモに参加してためちゃくちゃおもろいな。参加してたんですけど、記事書かなきゃいけないんで、あの取材人とか来るんですよ、デモ中来る。本当に顔を写してほしくなくて。いや、それはそうですし、なんやったら同業者、同じ TBS の取材の報道の人も来るかもわからんや。でそれにね、のこのこ彼女がね反ワクチンやから
ハンワクチン言ってたらエッチできると思ってデモ参加デモ参加するっていう、まあ至って青年男子としては健全なものの考え方で、はい、いいと今ふと思い出してましたけど、不夜城やってる時におっぱいの大きいグラドルが推しでいてて、で、はい、あのセクシー DVD 発売記念の握手会に参加して握手するときに、僕はあの TBS で「不夜城」っていう番組やってんだけど「ギャラクシー賞を取ったよ」って自慢してたっていうのは後々聞けた。それ事実じゃないんですか？事実じゃないです。え、事実は何ですか？事実は、まあ、言ったんですけど、ギャラクシー賞取ったよとは言ったんですけど、前から推してた人なんで。なるほど。いや、じゃあそれ事実じゃないですか。いや、そう。で、それがあって、反ワクチンの彼女がいてて、で、TBS をちょっと休むっていう順番を、今、順応って話してるだけやから、決してあなたのね、言うたら、まあ、その、恥部をさらけ出そうなんて、これポチも思ってない。人の生きてる時に流れの中でそういう出会いがあって、はい、で自分のやりたいことがちょっと見つかったんで TBS 休ませてください、 TBS は OK だっていうところ、それが1年ぐらい前か。そうですね。でそれでちょっと お伺いしますけども、何がやりたいんですか？あの海外に行って、あの国境でタクシー運転手と一緒にタクシーの運転をして、うん、まあ、どんな人が国境を渡るのかをタクシーとして乗せる。タクシーに乗るお客さんが自分の国なのか、いてる国から隣の国に国境またぐその理由など、その人の人生を掘り下げるタクシーの車内で聞くっていうこと。あ、そうですそうです。国境タクシーっていう企画を思いついてやりたいと。やりたいです。でそれ TBS いてたらやっぱなかなか難しかったの？移住したくて。うん、移住しながら働くのが難しいっていう。っていうところ、TBS いながら、理想は TBS にいながら、その、どこの国ですか、国境は。南米とかがメインです。南米の、例えば、ある国、どこの国でいいんですか。メキシコとか。メキシコとか、ちょっと治安が悪いイメージの国の、それぞれの国境をタクシーに乗って、またいで、その人の話を聞くっていうのを、その国に住みながら、赤坂の TBS で仕事して給料もらおうって考えてってるんでしょ。そうです。それダメじゃないですか。そうなんですか。めちゃくちゃじゃないですか。なんで TBS はあなたにお金を払わなきゃいけないんですか。何の義理もないし、あなただってね、あの明日8時会議なって言っても来れないでしょ、メキシコとかにおったら。でも今リモートワークいや偉いさんもみんなガングル揃えてるしね、それはもう無理なんですよ。でそれでまあ給食っていう手を取って、でいろいろ言葉を覚えたりなんかしながら準備していって、やってる最中にさすがに TBS もちょっとその少しどうするかで残ってやんのかやめんのかっていうところもあって、結論としてはもう TBS 退社したの。退社。一回退社しました。二回ないよ。自分の中では1回退院。一度退社させていただきました。それいつ？今年の2月。2月。半年前。ほんでメキシコ行ったの？行きました。いつ行ったの、メキシコは？6月ですね。6月。だから3ヶ月ほど前、2ヶ月前。そうです。行った。もうやっとだから企画がいろいろ考えて、いろいろ準備して、TBS 辞めて、メキシコ行った。行きました。で、国境タクシーやった。やりました。どうでした？めっちゃ面白いです。めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白い。めっちゃ面白いです。でそれは番組になるのか TBS で流せるのか、どっか YouTube なのかっていうのはもう目星はついてるんですか？はついてます。あ、そうなの、はい、じゃあこれこのチャンネル見て興味あるなっていう方はちょっと待ってたらどっかで見れるかもわからないってこと？はい。タイトル変わってるかもしれない。タイトル変わってるかもわからんけど、はい、見れると。そのめちゃくちゃ面白いやん。不法なやり方っていうのが本当に不法な、まあそれもだから見てもらわないと何とも言えないっていう。まあ言えばきりないぐらいいろんな人が、だから本当に国境タクシーという企画は思った通り面白いっていう言い方は語弊あるけど、興味深い人がたくさん乗ってきたっていうのは事実。ほぼほぼ
びっくりしたのが8割犯罪経験者前科持ちみたいなのがやっぱ8割でした。それはびっくりしたって一応なんか言ってるけど、それぐらいやと思ってたんじゃないですか。いや思ってない。何割ぐらい、逆に聞くわ何割ぐらいは犯罪者かなと思ってたんですか、日本にいてる時は。 0.1% だと思う。あ、0.1% 乗ってきたら儲けもんっていう言い方は悪いけど、いろんな善良な人とか悩んでる人とか生活苦しい人とか金持ちとかいろいろいてるから、その中の 0.1%、 1000人に1人ぐらいは犯罪で逃げてるとか逃亡とかその辺の怪しい人が来るのかなと思ったら 80% が80% でした。国境タクシー、もしくは番組やった時にタイトル変わってるかも分かりませんけど、そういう企画があったらまた僕もちょっと宣伝しますし、ありがとうございます。ちょっと頑張ってほしいと思います。久しぶりにお会いしました。ブジョルジョ君どうもありがとうございました。ありがとうございました。